すいません、夫なんですけど、妻がね、なんかちょっと整形を予約したって言ってるんですけど、ちょっとキャンセルしてもらっていいですか？食べようぜ。やりたい。せーの、シーティワンユセクト、ヒカルです。はい、ということで今日はオタくんにドッキリを仕掛けていこうかなと思います。ドッキリっていうかモニタリングやな。まあ、オタくんの人間性を検証するモニタリングになるんですけど、オタくんにガチで整形したいんやけど、なんかヒカルの顔やったらどこを整形したらいいかなっていうのをオタくんにちょっとガチで聞いてみて、どういう反応するのかっていうのを検証していきたいなと思います。ヒカルが今後やりたいなと思ってるのを、まあ、オタくんが当てれるのかっていうところもちょっと見たくて、ヒカルがやりたいのはほっぺたのここの肉を取りたいのと、目が縦にでかいから横に長くしたい、から目尻切開とかをやりたいんですよ。顔の肉取る注射か切るのかわかんないですけど、オタくんはヒカルのコンプレックスとかをね、分かってくれてんのかなっていうのと、あとまあ単純に整形することに対してオタくんはどういう反応するのかっていうのをね、ちょっと聞いていきたいなと思います。はい、ということでオタくんが今ですね、コンビニにヒカルが頼んだものをね、飲み物とかをいろいろ買いに行かせているので、かけていこうかなと思います。ということで、せーの、やってみよう。ということで、隠しカメラ初めてのアングル、なんか結構高めのとこに、最近ちょっと多いからちょっとバレへんとこに仕掛けました。じゃあオタくんもう帰ってくるんで、インターホンになったから読んで続き聞いていこうかなと思います。ただいまーす。はーい。寒っ。めっちゃ寒いねんけど冷蔵庫入れたね。ご飯食べようかな。ご飯今日は何ですか？今日はお鍋です。鍋？うん、あかん。え、よりよりちょっとオタくん来て。何？なんか目に入ったかも。こっち来て。ちょっと相関関数だったら、ちょっとこっち来て。入ってないよ。入ってる入ってる。何が入ってる？なんかまつげの向きに、なんかちょっと来て。何？なんか虫浮いてね。浮いてない。なんで？てかさ、整形したいねんけどさ、目は逆まつげ入ってないな。なんかまつげ長いねん。せん。なんかでも切れてるわ、いっぱい。切れてる？まつげ切れてる？短いのめっちゃある。どういうこと？怖いって。短いのめっちゃあるんで。なんで？いや、なんか聞いてた今の話。なんで？え、整形したいねんけど。整形？うん。どこをすんの？いや、それはさ、一回そこは置いとこう。え、どこしたらいいと思う？いや、ないでしょ、別に。どこ？ないで。いや、するねん、それは。したいねん。自分でだから、どこがしたいの、じゃあ。いや、オタくん的には、どこしたらいいと思う、ヒカルの顔で。いや、俺は、だから、しなくていい。俺の意見は。別にないで。絶対するってなってたとして、どこやるといいかな。ああ、どうしてもみたいな。ああ、そう。もう、するってことは確定やねん。でも、それは失礼に当たるやん。いや、そんなことないで。でも、ないよ。あえて、あえて言う。鍋作る。いいやん、別に。なんで？いや、いいやん。しなくていいやん。いや、したいねん。だって自分的にもないんやろ。ある。どこしたいの、じゃあ。いや、それはオタくんに言ってほしい。なんでやってないといかんの。するとこないで。あるって。髪、前髪とかじゃ。ぶっちゃけ言うとない。どういうこと？前髪整形。じゃんじゃん。前髪整形とかないって。もうちゃんと考えて。いや、考えてんで。どこじゃ。ちょっと鼻が小さすぎるからもうちょい大きくする。鼻大きくするの？逆に嫌やって。それ逆に小さくする人がおんだからさ、なんででかくしなあかんの。ほんまはあれやろ。じゃあ大田くんのとこがやりたい。俺、うん、肌黒くしたいじゃん。え、ほんまに思ってないやろそれ。絶対ほんまに思ってないやろ。いや、ちょっと本当に思ってんね。絶対嘘や。暗くしてみたいなっていうのはある。だよ、嘘。なんでそんな思ってるわけない。いや、白すぎるやん。で、真っ白ではないで。そうか。光の整形。あ、じゃああれじゃん、前言ってたやん、このほっぺた。おお。脂肪をなくしたいみたいな。やりそう。それ整形って言わんか、別に。言うやん。言う。脂肪吸引した。脂肪吸引って整形じゃないんじゃん。整形やろ。整形の結構大掛かりな方や。あ、そうなの。うん、なんか分かんないねんな、俺詳しくない。太とかの方が整形じゃないと思うんで。あ、そう。うん、まあ、整形やけど、プチ整形、プチ整形。ああね。いや、しなくていいやん。そんなんないで、脂肪言うて。逆にあった方が可愛いと思うよ。本当にアンパンマンに見えてきちゃうで。あ、ぽ
っと本当に今のはやんない方がいいと思う。これから先ガチでちょっと今の、え、待って、でもさ、オタ君これやってみて、こうやってグーって、なんでここで作んの、ここやん、ここ、ほっぺの上、これね、ないで、俺集まんないもん。やってみて。なっ、嘘、マジでない。なんで光こんなあんのだから俺よくさ、たこ焼きってみんなやるやん、やる、俺あれできないでんの、あんまりぶっちゃけ言うと。そう、別に自慢とかじゃないで、2個分ぐらいあんねんけど。嘘つけ、うん、でも光るさ、そっちの方がいいで、健康じゃん、うん、やばっ、え、やばいね結構やばいね、あ、やばいね、すごいよな、これガチでやばいね、奥までいけんね、セルライティングやん、うわ、すごいよな。でもそれは残しといた方がいいで。なんでよ、なんかチャームポイントやん、ね、いらん、え、そっちの方がすごいわ、でも、あ、すごいすごい、あ、すごいわ、そんなある、うん、アンパンマンやん。え、だから顔さあ、ちっちゃくしたらいいやん、やっぱり。え、ちっちゃいからいいやん。え、ちっちゃくないの。ちっちゃい、ちっちゃい。それなくなったら、ちょっと寂しくなるで、俺ら。そうやん。ほんと。でもやっぱ、オタ君にちょっと近づきたいから、ヒカルは。いいいいいい。そういうのいいよ。なんでよ。他は？他はないよ。ある。マジでないで。ヒカルがコンプレックスなところ言ってみて。耳たぶ。なんで顔以外のとこ行くの？でも顔以外でも整形はあるやん。俺耳たぶ欲しいね。耳たぶ俺めっちゃなくて有名やん。マジで。どこで、どこで有名。耳たぶマジでない。いらんやろ、耳たぶ。耳たぶあったらピアスさ、いっぱい開けれるやん。え、いや、開けれるやろ、別に今でも。いや、でもなさすぎてちょっとね、サメ、サメでないか。え、じゃあさ、ヒカルがさ、ほっぺさ、脂肪気にするって言ったら、いいやって。しなくていいで。なんで？絶対いらないやん。やりたい。この顎の20号。これがいいやん、これで。なんで？愛着が湧くわ。やってよ。なってない、なってない、もういい。てか鍋作んね。なんなんこれ。じゃあ、うん、正解言うで。目。目？めっちゃ綺麗やで。目やりたいね。どこ、目何する？目尻切開。いらんいらんいらん。何が変わる？垂れ目になる。垂れ目やん。全然垂れ目ちゃうで。嘘やん。垂れ目やで。ちょっと。垂れ目だよ。垂れ目ちゃう。嘘。目尻切開と脂肪吸引をとりあえずやりたいから。いいって。やることはどう思う？やっていい？いや別に俺やってもいいと思うけど、うん、やる必要がないと思う。今の光でがいい。じゃああかんやん、やったら。あ、まあ言うたらな。でも別に光がとんでもなくやりたいんだったら別にいいけど。うん。それは光が決めることやから。ああ。俺はその強制はできないけど。うん。やったらあかんってことではないけど。でもまあできたらやんないでほしいなっていうのは。ああ、ええー、そうなん？それはそうやろ。できたらやらないでほしい。どんどん進化してるやん。覚醒してるやん。覚醒したい。いや、いいよ、今の光で十分可愛いと思う。顔はな、痩せへんねん。いや、だから痩せてるよ、まあ、ちょっとアンパンマン気味やけど、ちょっとさ、体がさ、痩せていってもさ、顔が痩せへんから永遠に痩せないとあかんって感じんねんな。でも細いで、君。いや、細くない。細いで。実は細くないね。細い細い。今日だってさ、あのエステの人にさ、セルライトあるって言われた。セルライトはあるよ、俺のお母さんもある、俺だってあると思う。食べようぜ。やりたいテンションえぐいね。やりたい。お母さんもお金出してくれる？いやいやいや、俺がやつ余計やんなくていいじゃん、それだったら。俺が勧めてる人みたいになってる。150万くらい。150万すんの？今の光でいいと思うで。そんな変わらんと思うよ。やだ。なんなんそのピエンの音。ピエン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 。可愛くなってほしくない。可愛くなってほしいけど、もう十分だよ。可愛くなるために投資してくれる？投資結構おもろい。なんかおもろいけどな。なんなんその泣き真似。絶対泣いてないやん。ちょっと一旦ちょっと顔を上げてみて。おー、最低やん。最低やん。終わったわ。絶対すんなよ。な、絶対すんなよ。ありがとう、お金払ってくれて。いや、決まってない。絶対払わん。しなくていいもん。もう予約したもんだって。嘘つけ、うん、それはもういらん。なんで？俺が電話しとく。なんて？すいません、夫なんですけど、うん、ちょっとなんか妻がね、なんかちょっと整形後期予約したって言ってるんですけど、ちょっとキャンセルしてもらっていいですか？もうすいません、ちょっと先生のスケジュール押さえちゃったんで、キャンセルはちょっとできかねますね。キャンセル無理？無理です。あ、じゃあそこの枠にちょっと入るだけ入れます。
でも何もしないというか、まあトーク、まあいろいろなんか僕も聞きたいこともあるので、あの料金の方がそのままかかっちゃうんですけどよろしいですかね。料金半分だけにしてもらってもいいですか。あー半分だと75万円になりますが、そちらでよろしければ。ちょっと謝りに行かせてください。そこに関しては謝ってたら何してもらおうと思ってるやん。ちょっと交渉で、要相談要相談でお願いします。YouTube です。最悪やん。どこ？そこです。やばいて最悪やな。俺結構真剣やったで。どこが？いやいや俺真剣やったよ。俺が泣いてんのに。いやいやいやネタやったもんね。やばい、ネタだったやん。映ってないし。嘘やん。知らん。その自分何ぐらいやろそんなん言うて。ここしか映ってない。知らん知らん知らん。そんな遠すぎんねんマジで。どんな距離やねんこれ。望遠カメラやからしょうがない。めちゃめちゃ遠いでこれ。はい、ということでどうでしたでしょうか。どう、なんか喋ったこと覚えてないね俺。嘘やん本当。でも止めたやんな。あ、まあまあまあやりたいんやったらやっていいけど、うん、やらんでいいと思うねみたいな。いやそう、まあ別に俺そんな別に悪いことじゃないと思うから、うん、やってもいいけど、でもやる必要ないんちゃうかなみたいな。やりたいの、うん、ドッキリじゃないや。え、やんの。いやいや、まだ決まってないね。やるか。あ、そういうこと。いや、ただやりたいなと。あ、そういうこと、うん、やんなくていいやろ。いや、そんな変わらんと思うで、言うて。じゃあやる必要ないやん。自分でも分かってるやん。自分のためにやるね。その悩むのが嫌やからやるだけ、ね、自分的にはあ、こうあった、よかったって思うけど、人から見たら、え、こうあったぐらいだと思うねん、多分。確かに確かに。正直そう、うん、もう俺的にはやんなくてもいいよってことやな。なるほどね、うん、まあ、オタくんが整形するって言ったら、ヒカルは全然いいじゃんって言いそうやな。言う、え、いいやんっていう。最悪やな。なんで。オタくんにやるとは言わんで。でもあーね、やりたいんやったら全然いいよ。まあ、そのぐらいだから、まあ偏見はないよって感じ。え、ないないない。てかもうそもそもみんなないと思うで。そういうさ、世界になってきてるよな。確かに確かに、うん、まあ別に違和感もないみたいな。一回さ、うん、なんかそう、切る系とかさ、あんまやったことないからさ。切る系？ヒカルなんか注射系ばっかりやっとるから。え、やだ、切るのやだわ。脂肪吸引は切るよ。そうなん？うん、吸引ってなんかこう掃除機かなんかでヒューンってやるんだけど。いやいや、その入り口どこ。あ、そういうこと。え、脂肪吸引って切るんや。え、切るやろ多分。ヒカルも知らんけど。そんな、おーい、え、切ると思うて。そう、切る予定やった。マジ？うん。あとさ、ヒカルまぶた重いからさ、まぶたの脂肪も取りたいね。それって切る？切る。やだ、切んのはまた別だよ、話が。嘘やん。は、別別腫れんで、顔。切るのはちょっと別やな。1ヶ月ぐらい顔。無理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 。なんでよ。切るのはちょっと厳しいな。はーい。なんや今の、はーいも。まあまあ、切るのだとね、ちょっと俺も考えるわ。嘘やん。やっぱ違うよ、こうなんか注射とかと違うよ、また。あ、まあまあ、ちょっともう一段階踏み込むというか、まあまあ、やっぱりその分、あの長いし、期間も。あー、ダウンタイムね。そう、ダウンタイム。はい、じゃあまあまあまあ、やるときは YouTube でまたやったことね、出したいから、せっかくやったらさ、やっぱそのダウンタイムどんなんかもさ、出したらさ、みんな参考になるやん。あー、それはそうやな。そう、オタくんだって出したやん、2人の。あー、そうそうそう、確かに。はい、じゃあまたみんな楽しみにしててください。はい、ということで、まあね、俺は良い人ということで。自分でまとめんといてや。俺はいい人ということで。いいやん、もうまとめちゃおう。はい、ということでね、はい、まああの本当に、まあ、俺はあんま良くなかったです。え、何、怖怖怖怖。ヒカルとしっかり向き合わないといけないのに、ヒカルがちょっとまあ笑ってたので、俺はちょっとなんか笑ってない、泣いてた。泣いてたやん。笑ってたやん、こうやってパーってやってんだよ。それ最後だけ、最後だけ。そう、でも嘘泣きって分かったから、ちょっとまあ最終ヒカルの演技力がちょっとないという感じになる。ヒカルのせいやん、それじゃあ。あかんやん。まあね、まあでもリアルちゃう、いつもこんな感じやん。まあでもまあ一応は止めたから。じゃあ止めへんかっても別によかったんで。何がこれ正解なの。俺のために努力してくれてありがとう。言うか。なんで、なんでよ。普段
言うか。ちょっと頑張ります、はい、まだまだということで、ちょっとずっとカメラ回ってると思って過ごすわ。そうして、そう、そしたら2いいじゃん、ダブルで光も気分いいし、うん、あ、そうやで、そうやで、みんなもちょっとおおってなるやん。そうそうそう、そうしよう。最悪やな、隠し撮りまでこうやっていい人に見せようっていういや違うで、そんなわけじゃないで、セコワゾーで、そんなわけじゃないで別にはい、ということで、まあ、太田くんのね反応はこれがリアルな現状ですということです。なんかそれダメやん、悪かったみたいな。いや悪くはない、悪くはない、現状ということ、悪いやんそれ。まあまたね、いつかね仕掛けていきたいなと。まあ何年後かにね、どんぐらい、そう、反応変わってるか、世界もどう変わってるかや、そこまで。そうやで、やっぱ経済のことについてちょっとこれから話していきたい。なんで急に。まあでもオタくん150万で経済回してくれるから、ヒカルの政権やばいって、回る、ちょっと回るけども。はい、ということで皆さん高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひお願いします。ということで以上、オタとヒカルでした。バイバーイ。